2021明治安田生命 J1 リーグ第4節セレッソ大阪 VS 横浜 FC のプレビューです。毎度おなじみ FIFA21 の画面を使ってます。まずセレッソの解説から。と前節の清水戦は開始すぐに清水の、まあ、ロティーナらしいブロックで、まあ、パスミス誘発されてしまって、まあ、そこからいきなり失点っ,っていうちょっときつい展開から入ったんですけど 清水、まあ、もロティーナ戦術が浸透してないということで、徐々にセレッソペースになっていきました。で、前半のうちに、えー、西尾のゴールで同点に追いついたら、後半39分に清武選手、清、あまりに美しいボレーシュートで決勝点です。で、2連敗やったんですけど、ここで、えー、いい形で勝ち点を与えてくれました。ここまで4戦2勝、0分け2敗。 なんかわけがないのがクルピっぽいよね2勝2敗ってなんかこうくっきりした感じなでセレッソは、まあ、過密日程の中でもメンバーを変えないのがクルピ監督らしい考え方ですでクルピ監督の言葉で有名な10試合待ってねってやつあるんですけど、まあ、とりあえずその10試合ぐらいまでは怪我人おらんかったら同じメンバーで行くんじゃないかなと思ってます で個人的に注目してるのが原川選手で、まあ、1説目、だから、今シーズンの頭から見てると、徐々にパス出しっていうところで特徴が出てきた風に感じんねんな。で、起用も、まあ、この前の試合で14文字に動いて、まあ、いい形でパスを出したり、ボール受けたりっていうシーンが多かった。で、まあ、トヨとヨシと。 ツートップ走るのが得意なんで、まあ、清と原川のパスをうまく引き出して、で、まあ、化学反応が起きるのを期待したいなと思います。まあ、ここの、このパサー2人と、この走るの得意なフォワード2人の化学反応を見たいなとは思ってます。 で坂本選手が今シーズン始まる前に10得点10アシストを取りますって言ってたんやけど、まあ、順調にアシストを重ねてるっていうねで去年よりなんか数字に直結する意識ってすごい高まってるなと思うしまあよしとゴールの嗅覚というかそのゴール前ガーっていくような感じのあの辺をマスターしてくれたらもっと怖い存在になっていくんちゃうかなと思ってます。 で、次に、横浜 FC。ここまで3節まで連続失点続いてて、開幕戦とか5失点してるね。で、まあ、開幕3連敗で苦しい状態です。で、僕前節裏合わせ見たんですけど、PK2 本取られて2失点やったんですけど、序盤の流れは僕、裏合になんかボール持ちにくくさせるようなディフェンスの形してて、 まあ、失点多いからそこのディフェンスの部分っていうのをすごい集中してやろうとしてるのかなっていうのは感じました。で、まあ、それでも浦和戦で2失点しているわけで、セレッソ戦もまあ、まず守備から入ってくるやろうなと思ってます。で、まあ、セレッソとしてはどうやって先制点取るかが鍵になると思います。で、浦和戦で面白いなと思ったのが中村俊介選手が アンカー、まあ、ボランチな、ボランチやったんですけど、アンカーというかもうほぼ最終ラインまで落ちて、パス出しやってたんですね。で、セレッソで言うと、この前の清水戦で原川選手、最終ライン落ちてからパス散らすみたいなやつやってたんですけど、あの、低い位置に中村俊介選手おるのって、なかなか新しい新鮮やなっていうのは思います。で、まあ、後ろに行くってことは常に、 前向いてパスを出せるっていうメリットがあるんで、まあ、セレッソ戦もそれやってくるかは分からないけど、なんか試合後のコメント見てたら、手応え感じてそうやったから、またやってくる可能性もあるのかな。で、横浜 FC、センターバック結構足元うまいなって感じたんで、まあ、中村選手下がって、ディフェンスライン、ボール持てる人が揃ってるんやとしたら、そこにどうやってプレッシャー与えるのかなっていうのも。 大事にななってくるかもしれないですで試合明日雨予報らしくて結構古っぽくて、まあ、セレッソ的にはもう連戦続いてるし更にアウェーで雨ってなったら、まあ、疲労の面結構大変やろうなって思っててなんでまあ早めにできたら先制点奪って試合の流れつかんでうんでまあ雨ってイレギュラーなことも起きるけどうまくまあ試合コントロールして アウェイで勝ち点3取って帰ってきてほしいなと思いますはい、以上2021明治安田生命 J1 リーグ第4節セレス大阪 VS 横浜 FC のプレビューでしたありがとうございました